はい、吉田さん、水戸にいらっしゃるんですね。水戸といえばやっぱり水戸納豆、そして水戸黄門ですよね。いまだにその水戸黄門っていうものが私たちのね、心に深く突き刺さってるのが、まさにこれがね、過去のログです。過去そういう人がいたよってことで、本人に了解を取ったわけでもないのに、本人が活動してないことまで拡大解釈して、創作ものをどん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 ね、ボリュームアップして、コンテンツってものが常に作られています。昨日か一昨日だったか、水戸黄門が最終回だったんですよね。また最終回、第何作なんだとね。私が覚えてるのは第34作とかね、そんな形でどん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 続いてるのは確認してますけども、今は役者の方もだいぶ変わってね、やっぱり時間が経てばお亡くなりになったりとか、もう演技が難しくなったりして、最近は的場浩司さんとか出てたりね、石坂浩二さんが出てたりとか、武田鉄矢さんが出たりとかね、そんな水戸黄門で割と新しいなみたいな感じがありましたけども、まあすごくね、いいもんだなと。水戸黄門大好きなんですよ、結局私はね。で、前回にあるログが金になるっていうのと全く一緒で、もうすでにですね、自分の体験じゃなくても人の体験ですらこうやって大きな視聴率を集めたりとか、人気シリーズになったりとか、再放送しても見られていたりとかね、するわけなんですよ。で、水戸っていうところはね、本当にその水戸黄門さんがいらっしゃらなかったら、もしかしたら目立たない街だったかもしれませんけども、かつて数百年前にそういう方がいたよってことが、全てね、街を支える原動力になっていて、実際に会ったことがある人なんていないはずなのに、ものすごく有名になっているっていうことがありますよね。きっとエグザイルの名前は言えなくても、水戸黄門っていう名前は言えるんじゃないかなと思うんですよ。水戸光圀ってね、ねえ、これだけ違うんですよ。 AKB の名前言えますか？私一人も言えません。でも水戸光圀は覚えてますみたいなねそんな感じですよね。で、その水戸にいらっしゃる吉谷さんがね、いろいろとこうラーメンについてとかね、新幹線についてお話しくださりましたけども、この私たちは自分の住んでる土地の歴史を知ることによって、たくさんのログを呼び込むことができるんですよね。で、歴史っていうのは多くの方が興味を持つところなんですよ。観光地なんてまさにそれじゃないですか。ということは、歴史に長けるということ、他人のログに乗っかるってことはここにあるんではないかなと思うんですよ。もしね、自分の体験がない、実績がないという方は、こういうふうな他の方の実績、チンギスハーンでもいいですしね、なんかナポレオンでもいいですしね、それこそね、アレクサンダー大王でもいいですよ。そういうものを使って自分のログにしていくっていう方法もあるんですよね。ありますよね。そういうふうな形で自分のストーリーがどうしてもなければ、他者のストーリーを自分で解説するとか、解釈するとか、肉付けして創作するみたいな形でアクセスを取っていくって方法もあります。いかがでしょうか。私は宇宙戦艦ヤマトが大好きですけどね、宇宙戦艦ヤマトを使ってログを出してたりとかね、最近でしたらナイトライダーのナイト2000を使ってログをたくさん拡散したりとかっていうね、戦略も考えつきます。特にね、高いものを買わなくてもできますから、歴史の教科書1個あれば十分でございます。そして皆さんが、羨ましいな、すごいなっていうふうなね、芸能人でもアクセスを取ることができるんですよ。全てがアクセスのネタになってきますんで、ご自身に何もないなと思ったら、そういうふうなね、何かある人のログを使ってみてはいかがでしょうか。で、本日は以上です。